皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Thank you、 ありがとうというものを選ばせていただきました。今日はね、アメリカではサンクスギビング、感謝祭になります。なので朝からね、七面鳥を焼いて、そしてもういろいろとね、うちの息子は今年はマカロニアンチーズをね作ってくれるということだったので、昨日はねうちの娘と買い物に行きまして、めっちゃいろんなチーズの種類をね買ってきましたよ。もうめっちゃ凝ってるの作ってくれるみたいでね、楽しみなんですけれども、そして娘もねクランベリーソースとかいろいろ作ってくれるみたいでね、はい、という感謝祭の朝なんですけれども、早速昨日いただいた皆様からのコメントをご紹介させていただきたいと思います。まずはミンミンさん。エミさん、エルピスに関してモヤモヤしてました。エフェクトをかけたらまるで風さん。プロ集団がそれをわからないわけないですよね。なのにクエスチョンにして発表するのはヨンスさんに対しても失礼ですよね。なぜにしたのでしょうか。それで勝手に風さんファンが風さんが歌ってるって騒いでるって、話題にして欲しかったからクエスチョンにしたんですよね。なんかせっかくのいい楽曲なのに残念です。ごめんなさい、ここで吐き出してしまいましたということですけどね。ミンミンさん、よくぞコメントしてくださいました。もうこういうのね、コメントするの勇気いるよね。私も昨日の配信めっちゃ勇気いりましたよ。でもやっぱりこういう風に感じてる人はねたくさんいると思うんですよ。皆さん言えないだけで。なので私がねちょっと代弁をさせていただいたんですけれども、このコメントにもね共感している方がたくさんいらっしゃったので、やっぱりそういう風に感じている方がたくさんいるんだなと実感いたしました。ありがとうございます。そしてトマトさん、私は初めから風さんの声ではないと思っていました。もし風さんであれば予告がなされます、そう確信していますということでね、コメントありがとうございます。まあ私が言いたかったのは風さんか風さんじゃないかということではなく、そのやり方がちょっと納得いかないということだったんですけど、でもね、まあ貴重なコメント本当に感謝いたします。そして長谷川直美さん、こんにちは。ドコモの CM に字幕がついたなんてさすがカズさんだなと思いました。日本語を勉強中の外国人にたくさん見ていただきたいですね。そしてミラージュ、まだまだ頭の中がハテナマーク、まあ謎解きを楽しんでもらいたいのでしょう。さて昨日ソラさんが参加するバンドトロピカル M プロジェクトのライブに行ってきました。エレキギターやベースがいなくて、その代わりビブラファンやスティールパンがフィーチャーされてます。とても爽やか系なインストです。ソラさんの新曲も聴けてめっちゃ幸せでしたということで、ありがとうございます。ソラさんの新曲いいですね。そしてこのビブラフォンとスティールパンって、私ねググっちゃいました。ちょっとどんなやつだろうと思って。でビブラフォンっていうのはこれ鉄筋なのかな、なんかそんな感じでしたね。そしてスティールパンというのはドラム缶を作った打楽器、音階のある打楽器ということなんですね。いやなんか楽しそうですね。ご報告ありがとうございました。そして井上茂さん、エミさんおはようございます。毎朝配信聞いています。22日に風さん、沢田研二さんの勝手に仕上がれワンフレーズだけ歌っていました。よかったよ、ひらがなばかりになってごめんなさいということなんですけど、これどういうこと、何どこで聞けるんだろう。私ちょっとわからなかったんですけれども、もし詳しいことあったら教えてくださいね。もう消えちゃったストーリーとかなのかな、どういうことなんでしょうか。はい、でも教えてくださってありがとうございます。そして小高さん、エミさんおはようございます。一昨日は私の投稿掲載していただきありがとうございます。娘からも感謝の LINE をもらいハッピーです。そうだったんですね、よかったです。感謝の言葉が遅れてしまいました。改めてありがとうございます。心がほんわかと温かいおたかさんですって、よかった、めっちゃ嬉しいです。心がほんわかと温かいなんてね、最高ですね。ありがとうございます。そしてあゆあゆさん、エミさんおはようございます。さっきコメントを送ったつもりがどこかに消えてしまいました。私のコメントを読んでいただき、あウィガロン、タカコさん、モトコさん、ナキさん、ケロップさんからメッセージいただきました。いつもエミさんの配信の中で目にする、耳にする方々からのコメント舞い上がりました。楽しい、
おでんの話も盛り上がったりして、2本目のきっかけをもらえた気がしています。エミさんのおかげです。またコメントさせていただきますね。 Have a graceful Thanksgiving day ということでね、ありがとうございます。よかったですね。私も嬉しいです。そしてナッキーさん、エミさん、今日も言わせてください。ありがとうございます。そして昨日私にたくさんのコメントをくださった皆様、本当にありがとうございました。カズくんが愛してますって言ってくださる意味が少し分かったような、嬉しくてありがたくて感謝が全て入った愛してますなのかなって思いました。エミさんが素直にありがとうって言った方がいいんだよって話していたことに少し反してしまうかもしれませんが、もちろんすごく嬉しかったことに変わりはないんですが、それと同時に申し訳ないという気持ちが起こりました。あのね、私が昨日というか一昨日言ってたのは、ありがとうって言った方がいいんだよと言っていたわけではなく、私は褒められた時とかね、感謝された時にいやいやいやって言ってたんだけれども、ありがとうというようになって、私自身はとってもこう気持ちがすっきりするというかね、良くなったっていう話で、そうした方がいいんだよという意味ではないんですね。ただの私の体験談です。というのは、私は自分の好きなことをやらせてもらい、それだけで幸せなのに、世の中には今日一日を食べていくために必死で過ごす人がいたり、病気に苦しんでいたり、介護でボロボロになり、自分の時間さえない人がいたり、大事な家族や愛する人を亡くしたり、そんな辛い思いをしている人に申し訳ない気持ちになったのです。私は風くんやエミさんのように辛い思いをしている方に何かできることがなのだろうか、ないのだろうかっていうことかな、考えても明暗が出てきません。ただ祈ることしかできないのでしょうか。皆様が幸せでいられますようにって、と感謝とともに少し考え込んでしまいましたということなんですね。ナッキーさん、コメントありがとうございます。そしてね、私がこれに対してお答えしようかなと思って今朝起きたら、皆さんからのたくさんの返信がありまして、もう私が言う前にね、皆さんが答えてくださってるので、そちらをご紹介していきたいと思います。まずはクロクロさん、ナッキーさんよかったねと声をかけてくれた、その気持ちだけにフォーカスしてありがとうと、ナッキーちゃんが感謝の気持ちを込めて返す、それでいいのではないでしょうか。私たちが生きる世の中は全てが表裏一体、今日が幸せでも明日が幸せとは限らない、今日が健康でも明日も健やかとは言えない、私たちの世界は一寸先は闇とも言える、その一寸、少しの間、他人の幸せを喜んだ人も幸せな気持ちになっているはず、私たちの世界は一寸の光で心を満たされることもある、その光に対してナッキーちゃんがありがとうって言葉を返す、このことだけにフォーカスしたら、ナッキーちゃんが感じる申し訳なさも弱まるかなと思ったよ、ということでね、ありがとうございます。そしてナッキーさんからクロクロさんに対して、師匠、貴重なお言葉ありがたくいただきました。みんなそれぞれの人生、せっかく生まれてきたのだから幸せな人生にしたい。幸せかどうかは他人が決めることでなく自分が感じるものだね。脳みそが少ないからなんとなくモヤモヤするんだわということですが、ノンナさんから、ナキさん、たくさんの方から愛をいただいて、たくさんの方に愛をお返したい、投げ合いっこしたいという思いが大きくなったのかしら。そしていろいろな状況の中でもがいている人のことに思いが及んだのかしらね。でもその皆さん全てに何かをして差し上げたいというのは思ってもなかなかできることではないわね。私は身近なところでの Pay it forward、 受け取った優しさをその方だけでなく他のどなたかに向けて差し上げる、そこから広がっていったらいいなと思っています。それがついには投げ合いっこになる、受けたボールの横の人に、あるいは少し離れた人にパスする、その投げ合いっこね、ありがとう、ほら行くわよって、
回り回って自分に思っても見なかったことがもしあったら、そのボールを自分の手の量の手の中で見つけることもあるかもしれない。お互い様なんだね、ということでね、ありがとうございます。そしてカールさん、ラッキーちゃん、あなたはなんて優しいの。ラッキーの思いやりの気持ちわかるよ。でもね、今は純粋に喜んでほしいよ。自身で例えるけど、私日々食べていくために働かなきゃいけないし、大切な人を亡くしてるし、彼の親の介護もしなきゃいけないし、病気の治療もしなきゃいけない。でもね、決して不幸だとは思ったことないんだよ。むしろ風さんやエミさんやたくさんの寄り添ってくれる人に囲まれて幸せを感じてるかな。幸せって人の数だけ存在すると思うんだ。申し訳ないことなんてありゃしないんだよ。大手振って小躍りして歌って踊って、私はラッキーの歌声に何度酔いしれたことか。ラッキーの夢が叶ってみんな喜んでるよ。ちょっと一呼吸。ラッキーの優しさにみんな気づいてるよ。ラッキーが天井してくれた行ったことのない国々、夢を見させてもらえたよ。いつかツアー組んで連れて行ってほしいよ。私ね、クロクロちゃんが教えてくれた未来ノートにラッキーの生ライブに行くって書いちゃったよ。ちょっときつい言い方になっちゃったかな。ごめんね。ラッキーのことを愛してるんだもん。さあ、旅路は続くよ、ということでね、カーロさん、あったかいコメントね、ありがとうございます。あのね、このラッキーさんの生ライブに行くっていう夢ね、叶いそうな気がしますね。私は勝手にそう思ってるだけなんですけども、はい。そしてラッキーさんからね、のんなさん、ありがとうございます。素敵な答えですね。そう、できることするしかないんですものね、ということで。そしてカーロさんにも、カーロちゃんありがとう。カーロちゃんにそんなこと言われたらまた号泣しちゃったよ。もうティッシュがなくなっちゃった。私はカーロちゃんが大切な人を亡くしたのも別荘に行ってたことも知ってるから、そんなカーロちゃんにこんなこと言われたらもう涙が止まらないよ。カーロちゃん、私は本当にカーロちゃんのことが大好きだよ。愛してるよ。いつもカーロちゃんが気分よく過ごせますように祈ってる。パナシタの配信で姿を見れた時、すっごく嬉しかったよ。とっても綺麗な方だなって、ますます好きになったよ。これからも風さんに愛をいただいて、私たち一緒に歩いていきましょうね。一人じゃないよね。応援しているよ、カーロちゃん。でもね、絶対無理しちゃダメだよ。 Stay healthy にね、ということでね、もうめっちゃあったかいね。そしてカーロさんからね、ナッキーさんに、ナッキーちゃん、私も号泣。ほんまに優しい優しい優しい。ナッキーのこと好きだよ。私ね、仕事が好きなんだ。そして認知症の彼の母、可愛いんだよ。だってね、嫌なことはすぐに忘れちゃって、良いことしか覚えてないんだもん。認知症も神様からの贈り物かな、なんちゃってね。歌声また聞かせてね、ということだけどね、これインディアンの、ね、方の考えもそうですよね。認知症とかも、もうこれも全て自然のことで、ということで受け入れていて、なんかこの考え方素敵だなと、なんか共感しちゃいましたね。ありがとうございます。そしてリンドミョウさん、ナキさん、ありがとう。だっていろいろあると思う。ナキさんがそんな風に思いながらのありがとう。言われた相手だって、そこに何が込められているかちゃんと感じ取れるんじゃないかと思います。私も風さんに出会ってからありがとうたくさん言えるようになった。心が言いたがるから言ってる。みんないろんなことがあったり、今も抱えたり、クロクロさんが言うように明日何が起きるかわからないし、でもこの瞬間どんなにささやかでも幸せ感じられてればいいかなって思う。帰るその瞬間までも祈ることだけはできるってどこかで聞いたことがある。私も何もできないけど、朝起きたら風さんまねて生きとし生けるものの全ての幸せと自由を祈っています。ぶれない生きる姿勢確立できたらいいな。なんかまとまらない文章なのに、いろいろ考えていたら涙が出てきちゃった。みんなナッキーさんのこと好きなんだよ。その思い素直に受け取ってね。あ、あとしつこいけどさ、
自分の体大事にしてね、無理しないでね、ということでね、ありがとうございます。そしてナッキーさんから、リンとミホちゃんまで泣かせにかかってくる今までの友人、こんなに素敵で優しくて泣かされたことなかったような、なんだろうこの出会い、やっぱり風さんが導いてくれたんだと思う、ありがとう。私も繊細で優しくて才能いっぱいのミホちゃん愛しとるよ、ということで。そしてオルオルさん、ちょっと話違うんですけども、なんか 2,3 日前から YouTube の方でこの名前がね表示されなくなりましたね。これってなんかどうか変更したら表示されるようになるのかしら、知ってる方がいたら教えてください。これ結構困りますよね。ということでちょっと話がそれましたが、オルオルさんから、ナッキーさん、なんて心優しい人の、厳しい世界にずっと身を寄せて今も懸命に頑張っているナッキーさん、たくさんの愛を感じて戸惑ってしまったのかな、そんなナッキーさんにハグハグ。人はそれぞれ自分の魂の道を歩いていると私思うの。幸せになるって誰かの分を奪ってしまうことなんてないよね。幸せな波動は伝わって周りまで幸せになれる世界よね。だから安心して大丈夫。ありがとうの幸せを心の中に注いで光の方へと歩んでいこう。わしら島やけん一緒に旅路を歩んでいこうや。ナッキーさんから、すでにたくさんの愛をもらっておるおるよ、いつもありがとうって、またお決まりのおるおるのダジャレで終わってくださいました。おるおるさん大好き。本当にでもそうだよね。もうすでにね、ナッキーさんからはねたくさんの愛をもらっていると私も感じております。もうこういうふうに歌を披露してくださることもそうだし、こういうふうに物語をシェアしてくださることもそうだしね。で、私の答えというか、ナッキーさんのコメントを読んで感じたのは、まずはねやっぱり自分自身を大切にというか、自分を可愛がってあげてほしい。もし誰かがありがとうというふうに感謝してくれたら、そういうふうに言われた自分にね、皆さんから受け取ったそういう感謝の気持ちとか愛とかをもう届けてあげてほしいですね。なのでも素直にありがとうって言って受け取ってあげる、受け取る、そうするとそのありがとうとかそういう愛が自分の中にどん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 溜まっていって、それが溢れ出てくるんですね。その溢れ出た愛が皆様にこう分けたくなるというか、もうそれは溢れ出るものだから、自然にね人に優しくなったりとか、人の喜んでくることを素直に喜べたりとか、なんかそういうことにつながってくるんじゃないかなと思うし、そういうふうに人の喜びを素直に喜んであげたら、その喜んでもらった方も嬉しいしね、そういう形で愛もこうどん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 こう広がっていくような気がしますね。でもすでにこのコメント欄見てもすごいですよね、愛が溢れかえってますよね。もうそれでいいんじゃないですかねって私は思いますね。あんまりね頭で考えすぎるといろんなストップがかかってしまうんで、私はただ心で感じるようにしてるんですけども、世の中いろんな人がいますからね、そういうことを考え出すとキリがないんだけれども、でもやっぱり自分がを愛してあげて自分を幸せにすることで、それがね世の中の幸せにつながるんですよね、本当に、と私は思っております。あともう一つ思ったのは、コメントの中でね、風くんやあゆみさんのように辛い思いをしている方に何かできることがないだろうか、考えても命運が出てきませんというふうに書いてありますけども、まあ、風さんはねああいう形で歌を通して、でいろんなことを通して皆さんにこう愛を届けてて、で私はやっぱコンピューターとかが得意だったし、そういうものを勉強してたしね、だからそういう、まあ、技術とか、まあ、いろんな経験とかいろいろあるけども、そういう形で、まあ、皆さんの夢を叶えたいというのも通していろいろやってますけども、やっぱり人それぞれ持ってるものが違うし、そして人それぞれ素晴らしいものを持ってると思うし、私はナッキーさんみたいに歌えないしね、歌大好きだけど、だからやっぱりそういう自分の持ってるものを使って自分のできることをやっていくということだと思うんですけども、もうナッキーさんはその歌をね歌うだけでも、もう私はバーカーね、そういうところで歌ってるのを聞いてるだけでも涙が出るぐらい感動しますからね、本当に、だからナッキーさん思ってる以上にきっと皆さんにね
愛を与えてると思うし、助けてると私は思っております。ということでナッキーさんね、自分の素直な、ね、気持ちをねコメントにしていただいて本当にありがとうございました。そしてね、今回も思ったし、私の娘が今こちらに来ててね、それでちょっと見せてもらったものでも思ったんだけども、彼女から見せてもらったのはインスタかなんかだったかな、自分で思ってることを投稿できるんですよね。名前は伏せて、まあ、名前出しても伏せてもいいんだけども、その子は名前を伏せておりましたが、そしてそれをインスタのそのページで投稿してもらって、それに対して皆様が感想を言うみたいな感じなんだけど、そこはほとんどが娘の年頃の子のことが書いてることなんだけども、普段は言えないようなこと、うん、心の中で本当に葛藤しているようなことをね素直に出してるなと、私はちょっととっても感動してしまったんですね。なので私のここの YouTube でも、まあ、皆さんコメント欄とかに残してくださってるけどね、自分の思いとか、もしそれがちょっと恥ずかしいなとか、あと何か相談したいことがあるんだけど誰にも言えないとか、なんかそういうことがあったら、私のメールかインスタにね、あの名前はこれを出さないで相談してほしいです、載せてほしいですって言っていただければ私載せようかなと思ってます。そして今回のようにね、もうご相談室じゃないけども、皆さん本当にもうきっと皆さん私よりも経験豊かな方かもしれない、いいアドバイスしてくれますよ。なのでね、そういうこともねやっていけたらいいなって思いましたね。そしてね、先ほどのナッキーさんのコメントじゃないけど、私に何ができるかわからないっておっしゃっておりましたが、まあ、こういうふうにねコメントでアドバイスをしてくれる方お一人お一人もすごいですよね。皆さんそれぞれ違う経験をしてきて、それはやっぱりその方にしかないものだし、それはやっぱりその方一人一人の宝物みたいなものだと思うんですね。なのでそれを踏まえてのいろんなアドバイスのシェアというのも、もうこれも立派な人助けですよねと思うんですけれども、ということで、もしそういう方がいらっしゃいましたら、私のメールかインスタにこれはね名前を伏せてくださいという形でご相談受け付けます。そして私だけじゃなく皆さんに答えていただきましょう。はい。そして11月25日の言葉は We cannot help everyone、私たちはみんなを助けることはできない。 But everyone can help someone、 でもみんなは誰かを助けることができる。で、これちょっと私が今話していたことにめっちゃシンクロしてませんか。ちょっとシンクロしすぎて鳥肌立っちゃったんですけども、こちらはラーナル・レーガン、アメリカの第40代大統領の言葉になります。これ分かりますよね。私も以前お話ししましたけど、私がブログとか YouTube を始めたきっかけもね、世界を平和にしたいとか全員を変えたいとかという思いではなく、一人でも多くの方にという思いでやっていたので、やっぱり一人からなんですよね。それがどんどん広がっていくという感じになると思います。素敵な言葉ですね。ということで、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a wonderful day everybody。 エミでした。ではまた。